石田三成の軍勢は連合軍の前にあっけなく敗れた。だがそれはアレスやアテナを欺く策。三成はどうしてもこの機に連合軍と接触したかったのである。連合軍に下った大谷義継と前田利家はとある地図を差し出す。そこにはアレスと組む宗妃が所有している城が描かれていた。その城の近くには三成の主豊臣秀吉の領地がある。全ての情報を見た島左近は自ら出陣を志願。地図に描かれた城を目指して進軍する。この時点で三成の意図を理解していたのは彼一人だった。敵はまだ防備を固めきっていない様子。我々がいきなり攻め込むとは思っていなかったのだろうな。ここまではうまく運んだか。悪いが俺たちは三成から別の依頼を受けている。少し外させてもらうぞ。そもそも俺たちが最初から一緒に戦ったら怪しまれるしな。用事が済んだらすぐ合流するぜ。わかりました。それじゃ全力で宗妃さんの城を落とすとしましょう。やはりあそこは宗妃さんの城のようだな。予定通り攻め込むとしましょう。先陣は私に任せて、暴れ倒してやるわ。なぜ奴らが攻めてきた。情報が漏れているのか。高徳、利権、城の守備を任せる。承知した。最近三成殿の様子がおかしい。義継殿も敵に捕まり行方知れず。嫌な予感がする。そんな俺これで勝ったと思うなよ。孫権さん、本陣の守りをお願いしますよ。この後多分敵が来るんで。引き受けた。孫家が力を合わせて守りきろう。そなた、いかにしてこの島を守る。自然の記憶に。さて、何の話ですかね。そういう流れ。お前、相変わらず冴えてるな。負けちゃいられねえ。俺も燃えてきたぜ。肩をつけよう。任せてもらおう。平八、これに任せてもらおう。大勝利しました。よし、敵将討ち取ったぞ。敵を猿も。どうもやらに予感がするぜ。高徳殿、あんたは一旦引いてくれないか。承知した。貴公の勘はそう言う。信じる。任せてもらおう。これにより。やってくれると信じてましたよ。このままあっさり勝ちたいもんです。さて、そろそろかな。遅れてすまんの。無事だったか、宗妃。城内まで侵入されているようです。情けない姿ですよ。無駄口はいい。援護する気があるなら迅速に動け。秀吉、そのまま敵を囲み本陣を落とせ。はい、承知しました。よし、敵将討ち取った。言われんでもそのつもりじゃ。みんな頼んだね。お出ましですな。思った通りだ。全軍交代、本陣を守るんだ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私は清水さん、一旦下がる。
わかった。お前こそ真の三国武装だぜ。左近、本陣は孫悟の兵が守っている。全軍で援護する必要はないぞ。いや、殿のことです。清正さんや正則さんには何も明かしてないはず。そうなると彼らは本気でこっちを攻めてくるでしょう。敵の鉄兵発見のはてめえか。ぶっ飛ばしてやら。なかなか威勢がいいな。任せてもこの孫文大が相手をしてやろう。増援を出そう。これで左近たちに勝ち目を出す。俺に歯向かった罪を思い知るよ。左近たちは熊白のことを知ってたのか。いつまでもここに敵が来ることを分かってたようです。これぞ無双。もうみんなで隠し事して。だったら私もここを動かないよ。あそこに敵がいるわね。さあ行くわよ。かあ、敵も踏ん張るもんじゃのう。どれ、増援でダメ押ししちゃるわ。それでいい。奴らがいつまで耐えられるか見ものだな。任せてもらおう。敵の勢いも侮れませんね。その方がやりがいもある。俺の力見せつけてやれ。受けてな。そうだな。よし、正則、一旦引け。偉そうに参加するんじゃねえ。撃ち込むのはあくまで俺の意志だからな。やってくれると信じてましたよ。このままあっさり勝ちたいもんです。ねえ、あなたたち三成と一緒に何か企んでるでしょう。他の敵に伝わる前に倒さなきゃ。そういう流れか。お前は我がコートさせてもらう。よし、任せておけ。先生、どうぞ。これ勝負だ。肩をつけよう。この借りはいつか返すぞ。お前、相変わらず冴えてるな。受け耐えられねえ。俺も燃えてきたぜ。平八、これにあり。敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王ならば、俺と同じくあの男も
秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんか。だから言ったであろう、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃん。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。秀吉様、ここは私が抑えます。あと手はず通り。よっしゃ、わかったで三成。みんな左近たちと協力してアレスを撃つんじゃ。嫌な予感が当たったな。最初から三成殿が裏でいろいろ動いてたんだろう。誰が敵に回ろうとなすべきことは変わらない。そういうなら必ずお守りする。何の怒り。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も。そう、ひどい、遅れて申し訳ございません。長春愛、ただいま到着いたしました。任せてもらおう。状況は見ての通り、秀吉たちが寝返った。奴らを近づけるな。裏切り者は厳正に処罰いたします。あとはお任せさ。嫌な予感はしてたんだよな。なんで防げなかったんだ俺。アレス、わがままな子はお仕置きだよ。さ、みんな行くよ。ネネ様、全部知ってたんすか。左近や三成の態度を見て察したんだ。それに比べて俺たちは頭に血が昇っていたのだ。秀吉が寝返ったところで我らの優位は揺るがん。全ての兵を出せ。奴らを殲滅しろ。あいにくだが、お前たちの兵はもういない。それにより打ち取ったり。水成、アレスの伏兵は片付けたぞ。あとは残っている連中だけだ。もうこそこそ動く必要はねえな。思いっきり暴れてやんぜ。よくやったくれた義経。そしてありがとうございます利家殿。感服します。これが一流ってことか。手にかかるぞ。任せておけ。俺が支える。文武ともに天下無双。さすがだ義経。策敵敵と二人。お前たちで曹操の息子を倒してこい。もしれやってるぜ。わかりました。必ずや成し遂げましょう。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。大丈夫か、おじぎ。今行きますから。こっちはまだ持ちこたえられるわ。先に押すると都心を助け取ってくれ。分かったよお前様。けど無理しちゃダメだよ。お前様がやられたらおしまいなんだからね。平八これにあり。利家殿、ご無事で何よりです。悪いな、お前らには何も教えず進めちゃってよ。ここからは一緒に反撃と行こうぜ。お前相変わらず冴えてるな。何の怒りを耐えられねえ。俺も燃えてきたぜ。こら義継、あなたまで隠し事したらダメじゃない。申し訳ございません。お姉さん、実績は口止めをしていた三成の方。平八これにより。三成、お前とはいつかやり合うことになると思っていた。
奇遇だな、ソフィ。俺も同じ予感を抱いていたぞ。使うことになるとはな。これぞ無双。手を組むよりははるかに自然な流れである。孫権、貴様にはここで倒れてもらう。ここは引こう。私にはまだなすべきことがある。撤退するしかないだと。この俺が人間ごときに。左近、義継、利家殿、そして皆、協力感謝する。いやアレスの二枚舌は分かっとったんじゃが、奴らの力は凄まじい。危険を考えると動くことができんでな。確かに、かつて龍禅は人質として囚われていた。秀吉殿もそうなるか、もしくは消されるか。いずれにしろろくなことにはならんだろうな。ああ、だからお前たちの助力が得られるよう一計を案じたのだ。神たちがどこで聞いているかわからぬゆえ相談すらできなかったが、秀吉様は好きにしろと任せてくださったからな。水くせえぞ頭でっかち。俺たちにも先に教えといてくれれば。浅野、お前に教えればことは筒抜けだっただろう。今回は三成の判断が正しかった。俺たちが察するべきだったんだ。それにしても方法はあったと思うがな。お前たちはただでさえ揉めるのだから。まあだからこそ神にも気づかれずに済んだが。本当によかった。そうだ、はい、お土産だよ。お近づきの印に受け取ってね。これってどっかの地図？ゼウスって神様が降臨する場所みたい。そろそろだってアレスとアテナが話してたからこっそり盗み聞きしちゃったよ。おお、さすがヌルジャ。おねね様、神相手に盗み聞きですか。露見しなかったからよかったもの。しかし助かったぞ。この情報をもとに次の方策を立てるとしよう。俺は執着。上出来だな。